皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。今回はですね、前回証明したオイラーの公式 E の IX 乗イコールコサイン X プラス I サイン X、 これを使っていかに世界が広がるのか、これを実感してもらうために、その I の I 乗と6倍、これをサクッと求めていきますね。まあ本当にサクッとなんですよ。どれぐらいサクッとかというと、そうですね、医師国家試験で、まあ、ずらーっと問題文が流れていた時に温泉に入った、この情報だけでレジオネラ感染だという、それぐらいサクッとなんですよ。そうですね、今の例え手応えなさすぎて、まあ、サクッとどころかスカッとって感じなんですけど、まあ気を取り直して早速見ていきましょう。背伸び。はい、それでは早速見ていきましょう。ちょっと背伸びな高校数学、今回は I の I 乗とログ I を求めよう。 I の I 乗とログ I とは、はい、前回の復習になりますが、オイラの公式、これは E の IX 乗イコールコサン X プラス I サン X でしたね。で、これが何が嬉しいかというと、複素数 Z、これは高校の範囲では大きさ R、 そして変革 θ を用いてこのように表せましたよね。で、これをオイラの公式を用いることによって REIθ 乗と置けるようになったんですよ。コサインシータプラスアイサインシータの部分が E のアイシータ乗とオイラの公式より言えるので、このように置けます。例えば1プラスルート3i だったら大きさが2で、変革が3分の π、 まあ3分の π と言いますが、それに 2π の整数倍加えたものも結局全部同じ変革になるので、1プラスルート3i はこのように置けますね。大きさが2、変革が3分の π、 それに 2π の整数倍を加えたものと。で、この置き方、REIθ 乗、この指数の置き方が、指数関数の置き方がすごくイケてるんですよ。まあ何がイケてるか。まあそれは例えば I の I 乗とログ I っていうものがサクッと求まったり、本当はもっといろんなところに応用が効くからすごいイケてるんですけど、今回は I の I 乗とログ I を求めてみましょうと。じゃあ I をまずイケてる置き方で置いてあげると、I の大きさを1、変革は2分の π に 2π の整数倍を加えたものなので、このように I は起きると。 I をこのように置ければ I の I 乗は瞬殺で、 I をまあこのイケてる置き方で置くと、で I 乗は結局指数部分に I をかけることなので、あとは I かける I がマイナス1であることに注意すればこのように求まるというわけですね。で、同じくログ I も瞬殺で、ログ I の I の部分をこのように置けば、まあログの t はもちろん E なので、ここの指数部分が降りてきてこうなると、2分の π プラス 2nπi、 これで求まりましたよというふうに言えるわけですね。で、 I の I 乗とログ I、 こんな感じでサクッと求められると。で、ここで特筆すべき点が、どちらも値が1に定まってないんですよね。すなわち、まあ、ここに n があると思うんですけど、その n の値が、まあ、整数値を取る限り、まあ、その複数の値を取り得ると。で、まあ、結局これは変革部分が 2π の整数倍動いたら結局元に戻るという性質をそのまま表しているというわけですね。はい、補足。複素数のログ、まあこのログ z っていうものをログ reiθ 乗というふうに表してあげると、結局そのログ r とログ eiθ 乗に分けてあげて、それぞれ求めるとログ r 足す iθ、 まあイメージとしてはログ z がまずログ r、要は大きさの絶対値が出てきて、これが実数部分で、虚数部分がその変革が虚数部分に対応しているというわけですね。次、補足に、関数の多化性、まあ先ほどログ z イコールログ r プラス iθ というふうに話しましたが、この θ っていうものは一つの値が決まればその 2π の整数倍変わったものも結局その変革と同じになるので、まあ、複数存在しますよね、値が。ということで、真数を複素数に拡張すると、このログ z の値っていうのは1に定まらないんですよ。このように、一つの変数について複数の値を返す関数を多化関数というんですね。で、これだと多化関数の状態だと、いろいろ扱いにくかったりするので、まあ、そのログ z の値のうち、変革がマイナス π から π のもの、こういうふうに変革に制限を加えると変革は1位に定まるので、その一つをこのログ z、まあ、L を大文字にして区別するというふうな表記をすることもあります。はい、次、補足3。次に真数の部分を複素数まで拡張しましたが、ここの t の部分も複素数まで拡張することができるんですね。まあ、この値を求めようと
なった場合は、まあ簡単で手の変換公式を使ってあげるんですね。どっちも手を E にしてあげると。そうしたら先ほどやった通りのことを分母と分子それぞれにやってあげればよくて、まああとは自分でイケてる置き方で解いてみてください。まあ難しくないのでね、ぜひやってみてください。はい、こんな感じで今回愛の愛情ログ愛をサクッと求めていったのでね、次回 sinx イコール2となる x も求めていこうと思います。 sinx って言ったらマイナス1から1の範囲を取るっていうのが高校の範囲だったので、まあ、一気に世界が広がってるなと実感してもらえるんじゃないかと思います。で、まあ、sinx イコール2となる x って言ったら、まあ、一応ねオイラーの公式を使って自分で求めることもできるのでね、次回の動画を見る前に一回挑戦してみてもいいかもしれません。次回の動画でまた会いましょう。それでは。